はい。ありがとうございます。上司が教えてくれない営業のコツ。今日は、えー、担当者不在のテレアポの時に、えー、担当者名と戻り時間を確実に聞き出すトーク術ということをテーマでお話をしていきたいなと思っております。まあ、テレアポ担当者不在は圧倒的に多いんで、その時に、まあ、戻り時間、もう一回電話をかける時間と、相手の名前を聞いてるか聞けてないかで、その後の反応っていうのが全然変わってくるんですよね。なので、まあ、担当者いなかった時には、受付の人、電話出てくれた人に、まあ、戻り時間と担当者名を聞きなさいっていうのは、 まあ、テレアポの鉄則なわけですよ。ただ、みんな聞くんで、営業が。なので、受付の人とか電話取り付いた人もなかなか教えてくれなくなってるというところをどう乗り越えていきましょうかというのが今日のテーマでございます。で、は、 普通は、まあ、まず戻り時間から行きましょうか。戻り時間を聞くときっていうのは、普通は大体何時頃も戻りですかっていうのを丸投げ、オープンクエスチョンですよね。オープンクエスチョンで聞いて、まあ、大体が、いや、ちょっとか俳句してませんとか分かりませんって言われてしまうことが多いわけですよ。 でこれは聞き方が悪くて、えっと、オープンクエスチョンにしてしまうと、まあ、相手側も分かりませんって言いやすいんですよねただ、丸バツの質問って相手側はやっぱ答えやすいので例えばですが、えっと、3時頃は改めてご連絡させていただきたいのですがお戻りでしょうかみたいな形でこの時間いますよねっていう形のトークにするともう回答がもらえる確率が非常に高いというのはこれ私の経験談。 ですで万が一いませんって言われたとしても、ああ、そうだったんですね、失礼しました。ちなみにじゃ何時ごろお戻りですかね、17時ごろだったら大丈夫ですかみたいな形で聞くと。 反応も高いです。ここではあの、じゃあ何時頃戻りですかって1回 NG もらってるんで、じゃあ何時頃っていうと、いきなり何時頃戻りかって聞ければ反応が良いのと、じゃあ17時頃だ大丈夫ですかみたいな形で聞くと、それもそれで反応が良いので、えー、とそういった形で、えー、とまずはこっちからこの時間に連絡したいんですけど、大丈夫かって確認をまず入れましょうって、それだけで反応変わりますよっていうのがポイント1個目です。で次が名前。 なんですが、名前も、あじゃあ改めてお電話させていただくの、担当の方のお名前を教えていただけますかっていうと、これも教えてくれない可能性が高いんですよ。っていうのは、名前教えるってやっぱ抵抗があるのと、自分だけ教えてしまったみたいなことになってしまったときに、いわゆる責任追及されちゃうんですよね。なんで名前を言っちゃったんだよみたいなことになりやすいので、教えてくれないケースが非常に多いわけですよ。 なので、えっ、ー、と、こういう時にはですね、私が言っているのは、あの前回の名前をお伺いしようと思ったんですが、あのすみません、忘れてしまいまして、あの大変申し訳ないんですが、再度名前を教えていただけますかそんな形で言うと、これですね、あの、まあ、若干グレーなトークですけど、まあ、本当か否いいかみたいなグレーなトークですけど、こう言うと、さっきお話しした通りです、自分だけが教えようとしたわけじゃないっていう風に相手が解釈をしてくれるので、教えてもらう確率が上がると。要は、自分が初めてって人間やっぱ嫌なんですよ。 なんで誰かがやった、誰かが成功した、だからじゃあ私もみたいなふうに思考がなりがちなので。 なので、こういったトークが生きてくるというところですね。なので、何時ごろ戻るかというところを確認している場合でいけば、私はこの時間に電話をかけたいんですけど、大丈夫ですかという形で確認を入れていただく。で、もう一個名前を聞くためには、他の人に一回聞こうと思ったんですが、忘れちゃって、再度教えていただけますか。で、ポイントは再度ですね。もう一回教えてくださいという言い方をすることによって、相手の反応が上がる確率が高まりますので、担,担当者が不在のとき、弾道斜面戻る時間を聞き出すためには、こういうトークを使っていただけると良いんじゃないかなと思います。はい 今日の動画が参考になった、勉強になったなという方はぜひチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけたら嬉しい限りです。引き続き営業についていろいろ発信していきたいと思いますのでお付き合いください。本日は以上です。